はいどうも今回はですね引っ越しネタでございますただいまですね私あのー、引っ越しをすると今東海の方にいるんですけども東海の方からあ東北のですね本当の南の方に引っ越しをしますっていうところなんですけど非常にですね面白い何が面白いのって言うとあの引っ越し費用とか概算でとか出してもらったんですけどよくよくですねこう冷静に考えると結構いい値段だなっていう でもちろん今は2月の終わりっていうこともありまして進学だったり就職だったりっていうその中でまあいわゆるビットコイン株と同じくですねやっぱり相場っていうものがございましてここの相場の要は相場単価時間単価が上がっている時に私が言っちゃってるっていうのがまず問題なんですけどとはいえそこをですね見てあの自分が 片付け屋さんとかね引っ越し本舗とかねなんかそういう会社を起こしたんであればなかなか隙間があるなっていう、うんあのー、利益を取りながらで隙間を使いながら人を集めてですね、まああのー、そのつどつど素人集団にはなってしまうんですけどもその結構いい給料でですねその雇えるんじゃないかななんて思ったりね、えー、してます。 でちなみになんですけど私のお引っ越しのネタなんですけどもネタっていうのは段ボールとか洗濯機とかあるじゃないですかそのネタがですね段ボールをーそうですね 10kg のみかん箱で、えー、1023、まあ、個ぐらいですかね、えー、1 0キロの23、うん、まあそうですねそれぐらいとあと PC をベッドタワー型の PC を1台。 えっとあと自転車とそして布団でこれだけで、えー、今いる東海から東北に持ってくのに7万5000円です税込みで7万5000円でやってもらいました。 でこれはあのー、どういった内訳なのっていうとこっちで担当する人がまず2万4千円の内訳であると、まあ、こっちから向こうに持ってくでそこからあ途中からまたあ向こうのです、ね、東北の方に持ってくっていうところでまた2万4千円かかるという人件費でございますあとは燃料費ですよねでそうすると2万4千円の2万4千円だからまあ 5万円ですよね5万円は人件費で取れるわけですよ、取れるっていうかあ、取られちゃう。で、人件費で取られちゃうんだけど、これは格好上の人件費であって、会社が抜くお金っていうものはもっとでかいんじゃないかなって、だって、あの日当ですね、えー、私であれば、まあ、そうですね、1万、うーんまあ、今いるところだと1万2000円なわけですよ。 1>, で1万2,000円を8時間かけて稼ぐっていうことを考えるとそこにですね2万4,000円もらってるものに対してその区間でだけですよあとトラックトラックっていうかまあなんだろうなワンボックスカーみたいなのに詰めてそのまんま持ってって、えー、って考えると結構利回りいいと思うんですよ。 会社ををやって人を養立てて人それは人を用立てるっていうのは大変だと思うんですけど最近流行りのアプリを使ってそれで連動させてですねうまく回すことができたらこれはとんでもない利益をね生むんじゃないかななんて考えちゃってます。あとはもう一つですね引っ越しのもうなんだろう 兄弟分というかね引っ越し業者の兄弟分で片付け業者みたいなのがあるんですよ処分をするで洗濯機を1台いくらで処分をするとかね冷蔵庫を1台処分をするいくらとかっていうその片付け業者さんとも今回洗濯機を処分するってことで、えー、掛け合ってみてたんですけどあの1台に対してですねその、あのー、単価が1万円とか1万5,000円って言ってきたんですよその人。 であのこれはちょっと高いよねってところで、えー、ありましたので、えー、3回目に電話かけたとこに今あ電話を入れてですねで着信待ちな状態なんですけどこれもまた片付け屋さんも上手いなって思ったのが要はあすぐ多分電話かけるっていうことは可能だと思うんですよやり取りで日付ので値段交渉を日付の交渉実感ですよねでこの辺の交渉なんであとは場所なんでそうするとそのある程度やってらっしゃるとか。 土地感があるる方からするとここまでどれぐらいの時間で来れるよどれぐらいの費用で来れるよあ人は何に必要だよっていうのが見えるじゃないですかもちろん1人暮らしなんで先ほど言いましたけども引っ,越し引っ越し業者さんはこちらから1人で向こうで配ってくれるのは1人でこれは別で動いてるわけですよねピストン輸送みたいな感じで動いてるわけなんでそれを考えるとですねものすごいこのなんだろうなあの儲かる。 仕事なんんじゃないかななないいかてて思っししまいましたなのでこういうですね会社がもしまあ今なかなかないかも分かんないんだけどーあったらですねご一報いただけたら嬉しいです。これはですね儲かりますよ。 あの自分ででやっっててくださってもいいですリサーチをかけて、えー、そちらのいわゆる決算書を見てで利益が上がっててできれば10年、えー、営業してて10年以上営業してて黒字であるとそして創業者の年齢が60とか60超えてて70歳とかであればあ 中を見ながらですねその会社のを買,買おうか買わないかとかねあとは売ってくれるのかどうなのかっていうその温度感を知りながらですね働,き働いてられるんで非常に面白いんじゃないかななんて思ってしまいました。っていうところで今回の動画は引っ越し屋さんそして片付け業者こちらの両者ですねもし組み合わせることが自分がですねできたらこれは相当儲かるビジネスになるんじゃないかななんて思いました。 っていうところでご視聴いただきありがとうございました。